されました。ちょっとお話ししたいことがございまして、私スミス大学の4年生なんですが、私がアメリカの大学に行って一番良かったなと思うのは、本当にアメリカには様々な国の人々が来て、その人とその生徒たちと交流することができて、本当に自分の視野が広がることができるんですね。それで例えば私の親友、大学での親友はアフガニスタンから来て、同じ年なのに戦争を経験したり、本当にそのいろんな人と交流することで本当に自分が成長できると思います。あとアメリカの大学では日本の難題よりもまた勉強させられるので、学業でも成長できると思います。あと女子大、私の学校女子大で、なぜ男子生徒もいない女子大に行きたいのかってよく聞かれるんですけど、私クリントンさんって皆さんご存知だと思うんですけど、彼女がなぜあんなに強い女性かっていうのは、彼女が女子大にだからだと思うんですね。女子大では普通の共学だと男性がクラブのリーダーになったりする、女性がリーダーになれたり、あと理系の科目ではあまり女性が履修しなかったりするんですけど、女子大では積極的に女子大生が勉強したりするので、すごく魅力的だと思うので、ぜひ私たちのブースにも訪れてください。はい